インキュナブラに、活版印刷術を用いて印刷されたものを指すも、含む、洋蘭印刷本、インクナブラとも言う、フォックタイ・ディクタ・メムラビリア・バレリアス・マキシマス作の1ページ、ピーター・シャファーによる印刷で、頭文字 U が、ルブリックされ、蔵書イン・ビブリオテカ・ジムネッシー・アルトナニーが、押されている。1455年に、グーテンベルクによる、グーテンベルク聖書が出版されてから、 およそ半世紀の間にヨーロッパ各地の都市に活版印刷術が伝わり約4万版が刊行されたというキリスト教関係の本や人文主義者の著作などがある中には装飾写本を模して手書きで彩色を施したものもあるなおフィレンツェで最も数多く出版されたのは15世紀末のサボナローラの説教であったインキュナブラとされる古書の3分の1は 印刷した事業者、著者、差し絵画家について名前すら書かれていないか、書かれていてもほとんど無名のものによるものであった。今日、印刷者については、プロクターヘイブラー法で判定される。この方法では、印刷活字の M をリスト化したヘイブラー表と比較することによって印刷者を判定する。また、ページ数、版画の規格などによって、その他の情報が得られることがある。 ヨーロッパの歴史ある図書館では、インキュナブラの所蔵数で歴史的価値が判定され、また古書収集家はインキュナブラを何冊持っているかを競うことがある。ありがとうございます。